と亀が滑った後ろの正面だ。バカちゃん正解取れた。バレたか。はい、次は花、タカちゃんここですね。はい、誰が？もう一回もう一回。ヒューガさん。正解。うわー、今難しいです、難しいです。女性の声、3人とも声が近いの難しいです。はい、そしたら、はい、ちょっと待って、こっち、せーの。かごめかごめ、カゴの中の鳥はいついつ出やる、夜明けの晩にすると壁が滑った後ろの正面だれ。あまなちゃん正解。ゆうがさん、難しいでしょ。うん、ね、でもちょっとそわそわ言う音が、うん、あ、この辺りにいるなとか。ああ、レモちゃん、ゲタの音、ゲタの音ね、完全にわかる。でも、そうか、でもね、いやー、こうぐるぐる回ってたら頭の中こうなってて、もう人数がもう少し多かったら、やってみる、やってみよう。これもう少し人数が多かったらもうむってむずいですね。そう、いや、楽しい楽しい。いきます。はい、かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつ出やる、夜明けの晩に鶴と亀が滑った後ろの正面だれ。正解。もう一回やらないですか、レモンちゃん、可愛かった。もう一回やろう。簡単やった。もう一回か、もう一回、ラスト、これラストね。はい、せーの。かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつである、夜明けの晩に鶴と亀が滑った後ろの正面。正解ですね。今の低めのタカちゃんっぽい声出してくれたけど、わかりました。すぐわかった。目回る。はい、それではね、皆さんもやってみてください。また会いましょう。バイ。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して、手術して、元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい。